こんにちは、こんばんは、せいこです。今日は先週塗ったこのアナちゃんの背景を、少し寒くなってきたので秋らしく塗りたいと思います。どんな風になるのか、ぜひ最後まで楽しんでください。まずはもみじを描きたいと思います。この辺に描いてみたいと思います。この辺にも。もみじの描き方は結構簡単で、こういう風に茎みたいなのが伸びて、あとはこのように 1,2,3,4 線を引いて、このように肉付けとか葉っぱの形にしていくだけで型に描けます。とりあえずもみじを4つ描いてみました。では今から塗っていきます。107番、ポリクロモスです。この丸はそのまま残しておこうかなと思います。この葉っぱは背景よりも少し濃いめに塗るので、そのまま重ねます。この辺は他の色を重ねたいんですけど、薄めに塗ります。次は113番、13、ところどころにオレンジを入れていきます。少し黄色を落とします。こんな感じで少し流れるような感じでオレンジを入れています。ブレンダーで押さえていきます。この後ちょっとポスカで玉ぼけみたいなのを入れていきたいので、ちょっと表面をツルツルにしてポスカが塗りやすいようにしていきます。ではまずポスカの白を使ってみたいと思います。まずこの葉っぱの黒線を少し薄くしておきます。じゃあ次玉ぼけ入れていきます。
脇も少し薄くしておきます。この光みたいなのもちょっと消しておきます。消すというか白くしておきます。154、緑が入った水色を入れていきます。黄色と重ねて黄緑を作っています。次はコバルトグリーン156番です。これを所々塗っていきます。次は赤紫です。次はブラウンです。ちょっと うっすらつくぐらいの色ですね。丸と丸を重ねたりしながら塗っています。ポスカのパステルオレンジ使ってみたいと思います。白をくるくる塗っています。もみじは後で上から描きます。鮮やかな赤紫を使います。123、ところどころにうっすらと重ねてみます。そしてポスカで塗っていきます。これは後から乾いたら色鉛筆を重ねます。次は深緑を入れていきます。上から重ねていきます。
辺はこのまま残しておきたいと思います。次は緑茶みたいな色の緑を使います。で重ねていきます。木は後から描きます。こっちも全体に塗っていきます。この丸の外側をオレンジで塗りたいと思います。紅葉がだいぶ埋もれてしまいましたが、また後で上から描きます。少しコバルトグリーンを入れてみます。玉ぼけ風のキラキラの描き方は他の動画にも載せているので、よかったら見てみてください。一旦こんな感じで、次は葉っぱとかもみじとか木を塗っていきたいと思います。まずはこのもみじを描きたいと思います。トスカで形取りをしておきます。この上から色鉛筆を重ねようと思います。モミジが入ると一気に秋らしくなりますね。葉っぱがあるんですけど、まあまあ下に描きたいと思います。あとここもですね。もう一つここに描きたいと思います。下向きに描きます。
スカが乾いたら少しオレンジを重ねておきたいと思います。ちょっとルミナンスを使います。ルミナンスの589、赤紫だけど赤に近い赤紫ですね。これで葉脈を少し描いています。でちょっとトゲトゲというか葉っぱが少しだけトゲトゲしているんで、それを色鉛筆の先で表現しています。尖らした方が描きやすいかもしれないですね。ちょっとだけでいいですね。そんなに細かくリアルにしなくてもいいと思います。こんな感じでもみじができました。じゃあ次は葉っぱとか木を塗っていきたいと思います。このもともとあった光、この周りにもオレンジを入れておきます。さっき使った589番で葉っぱを塗っていきたいと思います。少し紅葉した葉っぱにしたいと思います。この背景に最初に塗った黄色を少し残しながら塗っていきます。そうすると自然と紅葉した感じになっていきます。ちょっとこう穴というかこういう虫にかじられたような跡とかあるとまた秋らしくなりますかね、うん、オレンジ重ねたりして、ルミナンスの548番、少し鈍い緑ですね。これを重ねてみたいと思います。赤も少し入れます。でオレンジですね。と線を入れておきます。もみじを手前に来るようにしたいと思います。次は木を塗ります。ルミナスの37番、全体を塗っておきます。赤茶というか、もう焦げ茶に近い色を使います。575番です。少
少し影に塗っていきます。後でブレンダーします。白樺じゃないですが、少し模様を入れておきます。少し黄色を重ねます。紫です。紫で影を濃くしていきます。そしてブレンダーします。周りに黄色を入れておきます。少しもみじの周りに白をホワイトを入れておきます。もみじが少し目立つようにしておきます。今回の背景はキラキラの玉ぼけにしてみました。いかがだったでしょうか。もみじを右上からこう流れているような感じで描いてみたり、秋の訪れといった感じですかね。キラキラの玉ぼけに包まれたアナちゃん、可愛いですね。皆さんにとっても素敵な秋になりますように。今日も見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。またねー。